皆さんこんにちは、2023年12月23日、朝の8時47分、昨日ミュージックステーションですね、そちらの方で、まあ番組があったので予約をしておいて一応録画してるんですけども、まあその前に朝日放送、まあ、関西の方の、朝日放送なんですけども、まあ、それは関東や他の地域、まあ、どこからどこまで放送されてるかわからないんですけども、まあ、関東では放送されてないと思います。で、その番組で、女性アナウンサー、まあ、髪の毛の色はもう金髪に近い状態ですね。で、まあ、以前と同じ結論ですね。顔を見たところと、あと声、阿部夏実という元モーニング娘。の確かリーダーだったと思うんですけども、で、まあ僕とそんなに大きく年齢は離れていないんで、その安倍晋三さんの元総理のね、安倍晋三さんの家系の人なのか、ちょっと待ってくださいな。そのね、宇賀夏実説っていうのはちょっとややこしくて、河本誠という女性の、まあ、アコースティックギターを主に使用した、女性の歌手が僕と同じぐらいの年齢の方でいたんですよね、昔。で、すぐいなくなったんですよ。で、その後ぐらいに、モーニング娘。として、阿部夏実として出てきたのかなとちょっと考えるんですけども、ちょっとコロコロ名前変えてる可能性もある。その声の出し方と言い方とかでね、だからグループ化すると一人一人の声がよくわからない。その河本誠としてそれなりに良い曲は出してある。で、その人間をリーダーとして据えてモーニング娘。というグループを何とかしようとしたのかもしれない。最初はもともとモーニング娘。というグループが一番最初にその阿部夏実というものがいたのかどうか、聞いた話ではメジャーデビューして、なんかこう朝からモーニングコーヒーを飲もうよみたいな歌詞で、曲としても無理やろこれって、プロとしてデビューしてテレビでも放送あって売れた枚数3000枚、それも多分関係者が買わされてるっていう、それでやっとその数字だから無理だっていう、そういうこんな曲でデビューした、もうデビューするとき、それデビュー出演までセットやったやろ、そこ今までで一番頑張ってきた一番いい曲出さんかった、これ絶対無理やんっていう、一番最初そんなにどうしようもない曲を朝にコーヒー飲むかどうかぐらい各自の自由だってっていうね、その前に名前コロコロ変えてる可能性があるのと、わからないですよ、その河本誠として売れて、その人はその人でね、あ、これ早く結婚せんかったらどちらにしても人生負けたっていうことに気がついてすぐに結婚したのかもしれない。家のね、その家を建てて所得税の控除で夫婦でねお金を返済していくものだと。僕のホームページ YKSK の履歴の、家賃の手引きって書いてたと思うんですけども、まあ、YouTube 一覧表よりも下のところの、動画じゃないところの最初の方、まだ番号振り分けてないところあたりだったと思うんですけども、そのあたりに家賃の手引きっていう、その公営住宅の厳しさ、稼いだら稼いだで、家賃10万以上。あの家買った方が得やんっていう話になるんですよ。っていうのは、まあ、固定資産税がかかるにしよう、城、
まあ、35年ほどの、返済で、まあ、40年ぐらいかかるものだという認識ぐらいでもう返済しておいた方が本当はいいんですけど もうお金ある時にもう できるだけ返済でそれでいいんですけども、所得税の控除で、できますので、まあ、確定申告表とか自分で一回書かなかったら分かりづらいとは思うんですけども、税の仕組みがね、所得税ので、まあ、大体2700万円ぐらいの土地とね、建物ワンセット2700万円ぐらいの住宅で月々、まあ、ローンの返済が7万円ちょっとで、最初の5年間はローンの金利って負けてもらってるんですよ。でその辺の数字はあんまり変わらない、 0.何%とかで、最初の5年間が勝負。早く結婚して、住むとこ決めて、で、親の介護のこととかもしっかりと考えて、どこに家建てるかっていうことを考えて、で、購入して、結婚しておいてね。で、すぐに、借金の返済に全力を尽くすと。で、最初の5年間が勝負だから、最初の5年間が終わった後ぐらいに、まあ、女性の方が子供を産むと。まあ、子作りに入ると。まあ、まあ、男性と女性でね。だそういう形に絶対なるんですよ。まあ、絶対になるというか、そういう形じゃなかったらこれ無理あるんですよね。最終的に、その、まあ、固定資産税も込みだから、だから、一月あたり、まあ、10万円ぐらいの返済みたいな考え方、どう言ったらいいですかね。その、返済するお金は、まあ、一月7万円いくらなんですけど、それプラス固定資産税がかかってくるから、だからまあ、一月10万円ぐらいだって。まあ、考えといてもらったらいいと思うんです。それぐらいの、なんか土地付き建物代で2700万円ぐらいで、固定資産税年間24万円ぐらいだから、で、家のローンを返済してしまえば、家賃払わなくて済むでしょう。で、固定資産税は、土地も多少下がるかもしれない。だけども、住み始めてね、例えば35年経過した時に、その建物自体は築何年の話で、固定資産税は目減りするんですよ。減っていくんです。固定資産税は。だから、まあ家賃はもう払わ、まあ家賃というかその家のローンが終わってしまえば、公営住宅と比べたら家賃がないでしょ？だから年金、少ない年金でも、生活できるんですよ。だから一月15万円を目指したらよかったっていうことなんですよ。その代わり家のローンもしっかりと返済。ね、年金がね、年金が一月15万。そこにたどり着くには、国民年金と厚生年金を、2000万はかけておかなきゃならない。こういうことなんですよ。あと、まあ、国民年金基金も上乗せでね、3階建てみたいな形で、まあ、1階が国民年金で、2階が厚生年金で、3階が国民年金基金という形で、まあ、まあ、けど普通は家のローンの返済でしょうね。社会保険しっかりと入っておいて、雇用保険とかもあるし。正社員雇用型じゃなかったら無理があるんですよね。一応人材派遣会社も退職金が出るような形には法律でなってるんですけども、退職金を得たときに家のローンの返済が終わってる人は、まあ、退職金はそのずっと同じところで働いていたら最後まとまった金額になりますから、それを国民年金基金で、まあ、年金が足りてない場合はにしておくのか、まあ、自分で持っておくとか、まあ、使うようだいろいろあるんでしょうけども、その所得税の控除のことどうしても考えるでしょう。所得税で持っていかれるからっていう。
一応退職金がしっかりと出るからこそなんとか家のローンの返済と、その嫁さんの方ね、あの男性が一月15万円の年金支給までたどり着ける人って5割をまあなんとか超えてるっていうのはここ10年ぐらい前のデータなんですね。ほとんどに、だから半分ぐらいの人は男性でも、一月15万までたどり着けていない。で、女性は、一月15万以上の人は3割ぐらい。もう大体ぐらいでいいです。だからその退職金を、まあ男性の方がまとまった金額になるケースが多いですから、まあ、けど働くところがいろいろ変わっていったら退職金を次々家のローンの返済に当てていくっていう方法の方がまあ賢いんでしょうけども、まあ、女性のね、年金、まあ、国民年金基金っていう形でね、女性が働きに行ってる時に国民年金基金という形でかけといてあげるとか、だからまあ短期間雇用の人のこれは別に強みでも何でもないんですけども、基本給上がっていかないですから、まああの唯一のその救いのケースがあるとすれば退職金をすぐ家のローンに当てて所得税の控除、まあただその退職金もその短期間雇用だったらちょっとした金額にしかならないし、まあちょっと話だいぶ遅れてしまったんですけども、その音楽業界の人たちのと、あとそのアナウンサーの人たちのその関西の朝日系列の朝日放送、まあ東京の方ではテレビ朝日っていう名称ですけども、もともとは朝日新聞が、母体というか、まあ、そこへ他が出資みたいな形ですね。だから、テレビ自体はもともとは、海外が先行していたから、外資がどれぐらい入ったのかっていうところはあると思いますよ、事実。投資としてね。株の話がありますから、どうしても。で、その関西の朝日放送のニュースお帰り、まあお帰り、ニュースお帰りだったかな。そのまあ、そこで安倍夏美と思われるものが、もう髪の毛の色がほぼ金髪みたいな形でテレビに出てる。何年前から出ていたのかもわからないし。ただ名前は安倍夏美じゃなかったと思うんですよ。もう何が本名か分かんない。だから川本誠からの話と阿部夏実とその後のアナウンサー、もうわけ分かんない。もうあの僕の場合は例えばね、ホテルのフロントでこういろいろストーカー行為とかされたり絡んでこられてたことがあったから、一瞬もうホテルのね、まず受付の人間からして髪の毛茶色だったから一瞬決め変えといた方がええかなとか思ったりもしたんですよ。それ本当にあるから。で書こうとした瞬間応答しそうになって、神がかり的な力の方で、あのルール法律の方を僕もね、だから偽名も名乗れないから、もう自分の名前ちゃんと書いとこうってなるんですけども、ちょっとテレビ局だから偽名名乗れるから次々おかしなこと平気でできてしまう人間形成、人格はね、人間形成になってしまってるんじゃないですか。それまず髪の毛染めるところからやめないと。昨日のそのミュージックステーションで僕はテレビに向かって言っていて、現場の人たちとも受け答えしてるでしょ。で急にボソッと違うこと言ったりしてる、あれ僕との受け答えなんですけども、もういいからって、髪の毛染めてる人なんかテレビ出さなくていいからって。だって文部科学大臣、僕は YouTube で2ヶ月か3ヶ月ぐらい前にちゃんと言ってますから。もう言い始めたのは、あのテレビに向かって言い始めて内閣とかに聞こえていたのは、もういいからと。文部科学大臣もうすぐ辞めさせてほしいと。髪の毛染めてるその女性の人だと。
義務教育で髪の毛染めちゃダメよって言ってるのは海洋基本違反であって、僕だってね、神戸市兵庫区生まれで港川中学校っていうところに通ってたんです。裁判所から歩いて15分ぐらいのところ、男性1年生から3年生まで全員丸刈り、どこが男女平等なの？だ今考えたらどちらが良かったかのはよく分かんない。その期間があって、その答えをしっかりと持っているのであれば、髪の毛染め、させられようとした時にね、断ることができるって。いや、いいですと。海洋基本になりますからと。本当は海洋基本法違反になってるか、髪の毛染めてる人間とかが変な顔になってないとおかしいんですよ。顔が潰れてるとかね。いや、だからみんな、法律違反はやめようの方向性だったでしょ。で、義務教育でもそれを習ってる。そうじゃないと世の中の統治なんかうまくいかない。だから髪の毛は染めない。ね。だけど、こう、丸刈り丸刈り、頭髪検査とかやられて、こうやってね、まあ、今髪の毛、そこそこだからもうちょっとこう短いところにしましょうか。こういう風にしてね、ここでこう髪の毛がちょっとでも指から出てたらね、散髪行ってこいの世界だったんですよ。ま、丸刈りですよ。あの下敷き、あのホームページ淡井圭介の歴の一番上の方、あの目次とその中学生の頃とかのその航空写真とかあって、こういろいろなことを書いてる、その欄、そこクリックもしくはタッチしてもらって、あの、そう下敷きじゃあるから、ちゃんと。本当にしてるから、さすがにそこに嘘はありません。で、ただ、同学年で丸刈り、丸刈りしてんのに、髪の毛染めた人間少なくとも2名いましたよな。なぜそんなことになるのか僕もわかんない。で、髪の毛染める薬品を置かれてたのは美容院で、散髪屋さんにはなかったんですよ。それ違法行為だから。みんなどこに髪の毛切りに行かなあかんかもう分かってるでしょって。美容院ダメよってそんなとこ行ったらって。すぐ潰れてた。それが裁判所の近くの本当の話。で、ルール、法律、誰が違法行為してる。はい、分かった、この辺の近所。髪の毛染めるような薬品を置いてるところ。まあ、薬品という名称じゃなかっても、結局同じですよ。海洋基本法違反。あの、髪の毛黒色に染めるもなしですよ。だから、あの、白髪とか増えてきて、あの、例えばその人に対してね、あ、ご苦労なされてきたんですねっていうことになるんですよ。例えば仕事場とかでその人が、もう、息切れ起こしてるとかなった時にね、この間も僕もその、タイヤのトラックからの積み下ろしとかでね、基本的にまあドライバーの方が、そのタイヤをね、下ろしてるんですけども、やっぱり重たかったりするじゃないですか、ご老体の方とか。で、白髪の方でしたから、僕からね、自分から率先して、トラックに乗ってね、まあ、もう僕は降ろしますっていうことでね。あと、まあ、それはただ、それはね、下で、そのトラックから降ろしてきたタイヤを受け取る人たちの数がある程度いるから、それはできるのであって、一人でその受け取る方の人が上に登っちゃったら、どうしようもなくなるんですけど。それはさすがに、そこまでおかしなやつはいない。そこまでおかしな行動をする人がさすがにいない。見なかったからね。まあまあ、だから白髪のね、完全に髪の毛、全部白髪のご老体の方でしたから、もう僕の方で下ろしますっていうことでね、下ろして、もうそういうところ導入しなかったら無理でしょう、本当に。自分が老人になった時のことを考えてあげなきゃっていう、そういう部分と、もうそういうの髪の毛染めないで頑張ってるんだからって、もうみんな認めてあげないとっていうことでね、もう誰も飲まないんで、僕は行きますって、だからもう髪の毛染めてる人間なんかもう仕事させなかったらいいから、経済原理は事実あるから、まずは見た目本当に。でただ髪の毛染めさせられてる方も最初美容院とかの人間に
誘導されてるから、もう言ったらええ、もう髪の毛で染めさせられた人間、ちょ、金返してもらえへんって。青井さん、海洋基本法違反だって言ってるって。で、確か僕の若い頃ね、その裁判所の近くの美容院とかで、お金の返却命令確か出てたと思う。誘ったんどっちって。どちらが髪の毛染めさせるか言ったって。自分の方から髪の毛染めるって言いましたって。それちょっと難しいわ。それもう折半ぐらいちゃうかって。ただもう、だから美容院は絶対髪の毛染める役員置いたらダメだから、海洋基本法違反。昔は工業問題。もう僕が、あれは中学生くらいかな、標語取って見に行った時に、まあ、あの辺り工業地帯、あるあるある。精神中央も本当はあるから、海から離れてるけど、それ中であの、排水管、だからその、まあ、タルミックとかかな、もしくは、西区、明石市の方に排水管通してごまかしてました。そういうのは明石市の人間が仕方大変、西区の精神中央工業地帯、あんまり作るもの今更ないでしょって。で、なぜドロドロの、その、ヘドロが流れ込んできてるかって言ったら、あれ、油なんですよ。洗板とかね、高校とかで、工業高校とかで、自分で扱った時、習ったと思いますけども、あれ、油さしたりしてるでしょ。で、普通の洗板とかは、別にそこから排水管とか通してるわけでもないし、油あんなもんすぐ蒸発するけど、で、あと、製品がね、ちょっとぬるぬるになるぐらいで、すごい高速回転させてるから。で、それ、油をつけなかったらつけなかったで、焼けてしまうんです。製品の方と摩擦熱で。検索バイトって呼ばれてる刃物があるんですけども、もう別に検索刃物って言ってればいいのに、そこで検索バイトで、あと、パートタイマーの仕事とアルバイト。バイトってもともと何なの？削る方。削る、削る、仕事。自分たちの子っていうその僕もどちらかというと被害者の方なんですけどもいろんな意味でいろんな意味で自分から自主的に丸坊主にした方本当に仕事場にそんな髪の毛染めた話ちゃんと自分で反省した話も導入してなかったなって確か僕も記憶ではね店員が言ってきた方のはずなんですよ。だってもうその辺のところ僕も記憶曖昧になるから言ったらいいで一回そう後から思い出した時にそこの店員が急にお金を髪の毛気に入った時にお金を出してきたことがあって分かんなくて急にそれされた海洋基本違反だっていう話とか全部思い出してなかったら急にお金出してこられてもこれ僕がお金って手にしてしまった時僕はどうなるの？ことの順序、ことの順序もう忘れてたからしまった。受け取ってたらよかったんだって。ちょっと今度その辺の話導入で人を入れ替わってたらどうしよう。もうその話し合いじゃ通用しない可能性あるとか、そこまで裁判するのもどうしよう。費用、切ってない。だから切ってない、無料にしておかなかったら、もう何にも成立しなくなるから、訴訟費用とかも。あとは円安なるだけ。郵便局は郵便局で潰れたら困るでしょ。だから本当の人口は分かってきた以上6000万人いるかどうか分かんないんですよ。でこれは国会議員の人たちもこれどうしましょうってこれ僕の方で今調査してますけどもこれ人口半分以下かもしれないですよって。でこれは政党交付金っていうものは1杯昔ね250円だったんですよ。コーヒー喫茶店ででかける人口で、政党交付金が出ると。こういうふうな 話で出来上がった法律だ。法律ちゃんと250円って書いてますから。で、だから、
本当の人口ね、国会議員の人たちも分かってるから、昔移民政策とかして、あと海外でお亡くなりとか、その第二次世界大戦とかでね、あの亡くなった人たちのこととか、その死亡届の話とかね、海外で亡くなった人たち。で、もう完全に移住状態になってた人たちもいらっしゃいますから、その各基地、フィリピンとかインドネシアとかに基地作って、で、そこでその現地の人たちと仲良くなって、人によっては結婚した、でもここで住むになって、自分の親の介護を忘れていたっていう話。戻るに戻れない経済事情、こちらも。で、そのまま現地でお亡くなり。普通の90歳以上を生きることってまずないんですよ。生きていたとしても、老人ホームとかで、もう自分で歩けなくなっていて、ベッドの上だとか、まあ、そういうもんなんですよ。なんかもうこれはっきり本当のこと言っておいた方がいい。その方が人生設計とかよくわかるから、本当の人口の方で行くと、NHK 料金とかも、人口に合わせて NHK 料金を徴収している以上、今の人口で、NHK 料金12ヶ月一括払いで、1万3000いくらだったと思います。1万4000、昔超えていたから、もうだんだん数字ごちゃごちゃになるんですけども、1万3000ちょっとだったと思いますよ。一括払いで。先々のね、12ヶ月。だからこれ本当の人口で言ったら6000円から7000円ぐらいなんじゃないですかって。でこれ国会議員の人たちもね、これ僕の方で人口を今調査してますけども、これ6000万人下回る可能性もあるってなったと言ったんですよ。そしたら我々の方が悪いっていうことになるっておっしゃってるんですよ、国会議員の方は。とりあえずもうあの人口統計のね、死亡届もこれ調査するのにものすごく時間かかるから、基本的に、自分の6代前まで遡った原戸籍謄本っていうものがあるんですけども、ちょっと持ってきましょうか。ごめんなさい。探すのに多分時間かかるから、ちょっとやめておきましょう。僕のホームページから一応、そのものはね、動画で、こう、ペラペラペラめくってるのがあるんですけども、10何万かかるんですよ。司法書士さんに頼んで作ってもらうんですけども、だからああいうふうな調査ができる人って、司法書士さん以上の人となると、司法書士さんの上って言ったら、あとは、弁護士さんとか、裁判官とか。まあ、基本的に書記官の人の方は、司法書士さんより上のような気はするんですけども、一応、法学部とか法政大学部とかを出た人が司法修習生になるのであって、で、司法修習生から裁判所などの勤務で、裁判所だけでしたっけ、裁判所などでよかったでしたっけ、その司法書士会館とかでの勤務、あれどうでしたっけ。それで、やっとね、その辺、ちょっとわからない。裁判所、ちょっと忘れてしまいました。一回それちゃんと六法全書見て確認したんですけども、それやっぱり記録つけてなかったら自分を忘れるから、まあ、とにかく何年か経過してから、勤めが終わってからね。で、それから、まず書記官とか、まあ、議官だとか、まあ、いろんな官になるんですけども、弁護士さんだとか。で、それで、何年か経験積んでから、それでやっと裁判官なんですよ。だから、その、死亡統計、だから海外の方たちでね、その、司法書士さん以上の人たち、もうこういう言い方でいいと思うんですけども、まあ、それまでのね、最高裁判所裁判官だった人が、その後仕事を降りた後ね、65歳から弁護士さんに回ったりとか、そういうことありますから、もしかしたら60歳から弁護士に回ってるのかもしれない。だからそういう人もいらっしゃいますから、だから弁護士だからといって、力量云々とか経験云々っていうところは、まあまあ判断しにくいんですけども、今までの経歴、実は前裁判官でしたっていう人もいらっしゃいますから。で、なんか他国でね、その日本人がその移民政策とか海外に移り住んだところで、ところの国の人たちで、そういう、司法書士さん以上の方たちがいっぱい増えなかったら、その死亡の
代々遡って、この今まで死亡した人たちを片っ端から調べて、で、日本語っぽい名前の方たちからだと思いますよ、正直。本当にもう膨大なデータと向き合わなきゃならないですから。で、その人の家系をたどって、あ、この人もともと日本人やわとか、あ、そしたらもうこの人もう死んでますよって教えてあげなきゃ。で、これを、安倍政権の頃から始めて、4年ぐらい前からやっと人口減の方になってきたんですよ。だから銀行の方には年金がずっと積み上がってた状態になってたと思うんですよ。死亡届が届いてから行政も動く、その人の塩漬けになってた年金を政府が回収する。で、銀行のその貯蓄は減るっていう形になるんですよ。だけどもそれはデフォルトにはつながらないんですよ。だって政府の方が回収するんですから、お金。だってこの人何年も前に死んでましたよ、そのお金は違いますよ、政府の方で回収します。みんなだからデフォルトの方にはいかん。だから数字がこう動いてるだけの話なんですよ。あのデフォルトの仕組みはみんなの、銀行に預けてるお金って言ったらいいのかな、それプラス資産でしたっけ。ちょっとごめんなさい、僕もその辺のところが今ちょっと分からなくなってる。喋る前に分かっていても喋り始めた時に分からなくなってることあるんですよ。足組んでるからごめんなさいね本当もうルール法律のその礼儀の部分もう誰も発見したことなんか書いてないのに、なんか判例ありましたっけ。そんなめんどくさい判例ありました。で、まあなんせね、借金額が、要するに国債がね、銀行とかのみんなのその貯金とかそういったものを上回らない限り、デフォルトは発生しないんですよ。だから銀行のお金を政府が回収する、まあ借金を返済したというよりも、それによって税収が、今年かな、何でも分かるんだろうっていうことになっちゃうんですけども、去年の税収っていうことかな、確定申告とかしてる人だったら分かると思うんですけども、1年間終わって翌年に確定申告の書類作るじゃないですか。絶対そうなんですよ。だって12月の仕事まだ終わってないんだから。去年の税収だったのかな、もう70何兆円、すごい量。だから司法届けがたくさん届けば届くほど税収は上がるっていう形にもなるんですよ。多分それ税収みたいな形で扱ってるんだと思いますよ。そうじゃなかったら、もともとその税収って消費税10%に上げたぐらいの頃で50兆円ちょっとぐらいだったと思いますよ。大体それぐらい。あんまりその2003年に個人情報関係が出来上がって、生まれてきてる人たちの数が減ってるから、その辺のところ、その市場がどうしても狭くなるから、その売上的にね、マーケットが小さくなるから。だってね、子供とかだってご飯食べるんだから、スーパーマーケットの売上。で、経済効果の波及はある程度ある、その雇用があるかどうか出てくるから。で、あとまあ児童手当とかもありますから、国からね、お金が回ってくる。だから人口が少なくなるから税収は減ってくるはずなんですよ。その代わりする国債も減ってくるのはずなんですよ。今ちょっと、予算の組み方として110何兆円の予算、まだ120兆円はとなってないと思うんですけども、予算ね、組み方、それは円安という部分も一つはあるんでしょうし、ガソリンに補助金つけてしまったからなんですけども、その分は一律で例えば10万円給付とかでみんな節約したもの勝ちですよの話にするのか。だからこれね、
に話がもうよく分かんなくなってくるんですよ。お金吸ったらどうなるかって言ったら円安になるんですよ。イコールデフォルトでもないんです。正しい、もう自動車を作ってる場合じゃありませんよ、エネルギーの残存量問題的にっていう話になるんですよ。僕は若い頃、二十歳ぐらいの頃で、石油の技術的採掘可能埋蔵量69年分で、2021年の頃のデータで、大体それぐらいの頃のデータで、59年分で、2022年のデータで54年分だ。自然再生可能エネルギーとかは先進諸国の間で2011年以降を急ピッチで増やしてきて、多くの国で、全電力の 10% 以上上乗せできてるんですよ。上乗せというか、まあ、上乗せっていう言い方でいいと思いますよ。全電力、まあ、切り替えって言った方がいいですかね。その分火力発電とかを止めれる、そのガスとかの。で、石炭も一応残しておかなきゃならない。最悪最後、石炭で船を動かすしかなくなるかもしれないから、だからそこいろんな意見があるから、あんまり話いろいろ聞くとごちゃごちゃなんですよ。今まだ、自然再生可能エネルギーとか水力発電だけで、全電力なんかほとんど国はまず賄えてないんですよね。だから、その辺のところを考慮して、だから、消費がずっと加速してきてしまっているのであって、消費量、世界全体の消費量を見たらわかるから、ガソリンとかの。コロナウイルスの時の渡航制限がかかった時に、消費がちょっと減ってるだけ。それまでの間ずっと毎年消費が拡大してますか、基本的に。まあもう20年前、30年前と比べたら消費量はね、例えば2019年の消費量と、1970年の消費量を比べたらもうものすごい下がる。もうびっくりするから。車売りすぎたんですよ、結局のところ。車なんか売ってる場合じゃなくて、自動車メーカーの人たちは河川水門開閉式ダム発電の、例えばモンダとか代わりに、ね、作るとして、代わりに、別の工場とかが急ピッチで作るようになったら、作るようになった工業関係の工場の働いていたいろんな熟練者の人たちが自動車メーカーとかね、そういうものを作りに行くか、自分のところで、それギアがいるから河川水門開閉式ダム発電で。ギア比で回転数上げていって、タービンの方の回転数を上げなきゃなんないから、ギアを大量に作ってもらわなきゃならないんですよ。世界中自分の国、自動車の生産できてた国。で、それ以外の国にっていうことになってくると、例えば、工業、まだ自動車の工場はうちの国にはないんですっていうところは、自動車の工場のところでそのギアを作ってあげなきゃならない。で、設置してあげる。で、あとはそこから先は、まあ、取引。で、返済どうされますかと、どういうふうな形でしましょうかと。まあ、そういうような形になるんですよ。で、一応河川水門開閉式ダム発電とか設置すれば、ガソリンとかあんまり、まあ、例えば、火力発電所に置き換えましょう。石炭の火力発電所とか、ガスの火力発電所。これを使用しないで済むと。まあ、こういうこと、まあ、量が減るとかね、まあ、こういうことになってくると、もう国によって変わってくると思いますよ、国土面積と人口によって消費量が。もうある程度国土面積が広かったら、それだけ雨降るっていう考え方でいいと思います、大体でいい。あんまり細かいこと言い始める、ここは湿地帯だとか、赤道直下だからとか、もうあんまり細かいこと言い始めるのは聞いないから、もう本当のこと言いますよ、カナダとブラジルなんか、水力発電だけで全電力の6割以上賄ってるから。どっちが先進諸国でしたっけなんかカナダとかブラジルの方が上のような気がするってGDP だけで見るから物事わけわかんなくなるんですよ。今ちゃんと日本円安だからドルベースで GDP 見てるからね、日本ちゃんと GDP 世界第4位になったでしょ。で、世界第3位どこですかと、ワンツーはアメリカ中国、これはみんなわかると。ドイツでした。自然再生可能エネルギーだけで全電力の4割以上賄ってる。できるじゃないですか。強い。
為替相場も、それは国力を示すものであるからやっぱり強くなる。まあ、そういうことですよ。やっぱこういう話も導入しなかったら、ね、みんなもうガソリンとか使った負けだから、僕がスコップとね、あの一輪車、もしくはそれに、ま、どうせ焦がす人とか出てくるから、そんなに大量でみんなで扱い始めたら、河川の底って基本的にデコボコだから、で、整地してないところはね、まあ、あれはあれで一輪車で引き寄ったら、やっぱり焦がすともう極端にデコボコのところいっぱいあるから、本当に岩だらけのところ、本当にあります。僕の撮影してるあの YouTube 一覧表、あのホームページ淡井圭介の利益の YouTube 一覧表の河川水門解析玉発電の映像見てたら分かるから、本当に。で、もうだから、もう四輪車にするとかね、あとあのスコップには限りはあるけども、あのそこは、重機とかはもうできるだけ使用しないようにっていうところで進めなかったらダメだから、あのガソリン使って負けだから、重機使えば使うほど今度その重機がへたってきて、もうへたるでいいでしょう。もっと細かい話しましょうか。エンジン内部って、エンジンルームがあって、そこにガソリンを霧状にして吹きかけて、それに、プラグでスパークして、スパークっていうのは、火花、電気を通して火花を起こして着火させてるんです。で、エンジン内部で爆発させて、ピストン運動っていうのがあって、こういうピストンがあるんですね。そこのシリンダーの中で、そのピストン筒状のものが、こう、円柱のものです。こう、圧力がかかるんですよ、爆発した瞬間。それが動くから、あとはその先クランク運動で回転運動に変わって、あの車輪とか動いてるんですよ。あとは次はギア比だから、あのエンジンオイルの交換とかしてもらったら分かると思うんですけども、車とか走ってる時に振動とかがあるでしょ、どうしても。だから設計上すごい、ものすごい高い精度で作ってるんですよ、今時のその日本のね、メーカーは。もうだいぶ前からなんですけども。だけども、どうしても、シリンダー内部で、ピストンとシリンダーが当たってしまうんですよ。だから、金属が当たって、金属の粉がオイル交換した時に、一緒に出てくるんですよ。本当に。もう長い間、特に長い間ずっとオイル交換しなかったら、それははっきりわかる。見ましたから。現物を。だから、そういうふうなところで、だから重機を動かせば動かすほど金属が、少なくなっていくっていうことになるんですよ。錆びるし。で、作るのに、加工するのに余計エネルギーがいるでしょ。人種じゃないエネルギーがいるんですよ。一つの重機とか車作ったりするのに。まずは金属を採掘するところ。今時もロシアなんか、まあ石油関係の方だと思いますけども、まあ金属関係も今ものすごい深さになってる。鉱脈関係のところも。ロシアなんかもう地下、一直線で物事を見て、15,000m までもう到達してる。で、鉱脈とかはいろんなところに続いてるから、絶対下が、アリの巣状とかになってます。石油層とかも同じ。だから昔ドラゴンヘッドっていう変な漫画、最後富士山のふもとのところから、よくわかんない。もう場所どこか。なんか地面が大陥没してるんですけども、もうちょっと言いましょうか。マグマが流れてきて補修してる。まあ全ての地点がそうじゃないんですけども、だからこれややこしい話はいろいろあるんですけども、一応その、油田のところにマグマが流れ込んで来られた時は一番やばいっていう、その中でものすごい大爆発が起きるっていう、そこに空気がなければいいんですけども、ある程度それあるじゃあるでしょう。ガスでも危ない。ガスに関しては基本的に石油の揮発したものが、天然ガスのね、7割以上を占めてるんです。ほとても油田を、揮発するから、気化するから、もう交通事故の現場見たら、ことある人だったらわかると思いますよ。今年も、夏場ぐらいから、ここのね、道で、黒いオートバイと、黒い車が、
交通事故を起こしてるんですけども、両方ともガソリン漏れを起こして、で、まあ、これはね、T 字路だから、ここ T 字路がいっぱいあるでしょ。で、構造上ね、車の構造上、こう、フロントガラスの前にエンジンルームがあるでしょ。絶対こう、左右見るときに、T 字路こう左右見るとき、絶対前出てくるでしょ。で、田保地駅から岡場の方に行く人は、左側通行みんな教えられてるでしょ。だから、どうしても視線と左か走ってしまうでしょ。対向車が来てもそうなの。その時は対向車は多分いなかったと思うんですけども、左か走ろうとするでしょ。そしたら、どうしても前に車が出てくるでしょ。ぶつかる。で、まあ、それで発生してた交通事故で、これもう、この道結構あるから、もう何回も今まで見と。これ、大きな物音が聞こえた時に、僕、家飛び出して通報とかしてるけども、警察官、どこ救急車両方呼んであげなきゃダメだから、それしてあげなかったら、警察官の方で事故記録つけてもらわなかったら、任意保険降りないから、何のために入ったか分からんっていうことになるから、ちゃんとそこは絶対警察官呼びましょうっていうことになるんですけども、救急車もね、もうケアしてらっしゃったから、もう現場着いた時は救急車呼んでますっていうことだったから、警察は、いや、警察はまだですっていうことだったから、ああ、僕の方で電話しますっていうことで、寝まして、でもうガソリン漏れ起きていて、でオートバイの方はね、やっぱり倒れてるから、僕中型免許を持ってるから、若い頃乗ってたから、だからバイクの起こし方、オートバイの起こし方とか分かってるから、 あれもねコツいるんですよ。めちゃくちゃ重たいから、だいたい200キロぐらいだと思っておいてもらったらいいです。まあガソリン込みでもいいし、まあ、それぐらいですね。だいたいそれぐらいだから、あれ下からこう自分の体入れて、足腰の力使いながら、こう、背筋プラス腕の力だけじゃ無理だから、あれ、オートバイ起こすのほとんどの人。まあ、もう、極端に、ボブサップさんとか、ああいう人だったら腕の力だけで、なんならあの人だったら多分片手で起こしようと思う、反対側からハンドル握って。だからそういう人、極端な人の話はちょっと抜きで、僕は体入れてね、そのオートバイ起こして、ちょっと橋の方を寄せてと。で、橋の方を寄せようとしたら、他の車とか通行できなくなるから、そしたらもう一人別の人を駆けつけた人がね、いや、事故検証いるから、触らん方がって言うんですけども、ええか、物見た方が早い、もうそれ、オートバイと車の凹み具合と、そのガソリンが漏れとうとか見たらわかるから、事情言ったらもう大体もう事情それ。前ちょっと出さなきゃ左右見れない。で、左側通行が身についてる。真面目に左通行を守ってたんですけども、っていうそこを起点聞かせて、もうちょっと道路の真ん中、もしかしたらごめんなさい。対向車が来てたんだったら、オートバイの人、絶対左寄ります。だから出てくる車の方が、そろーっとだんだん出てくるしかない。絶対これ結論。だから僕はその結論にたどり着いている。から T 字路、で、その横からに当たったことはない。いや、あるあった、ごめんなさい、あった。斜め横に乗ってたその同じ勤務者のものが横からいろいろ言ってきていたから、止まったんですよ、一時停止のところで。そこからちょっと前に出て、もう一回止まったと思うんですよ。けどその後横見た時にブレーキから足が離れちゃって、スーッとちょっとだけ巻いてた時に通ったのが、トレーナー車かな、なぜ大型のもう横幅、運転席3人乗りのやつで、ちゃんと横、人がね、一応一番後ろに寝るところがあるタイプのああいうトラックに前の方が擦っちゃって、プリメーラっていう車に乗ってたんですが、前もうバンパーから前ゴボーって全部持っていかれて、バキーって壊れて、もう向こうの方人も慌てて、大丈夫、怪我ないって、いや大丈夫、すいません、もうこっちが悪いです、こっちが悪いです、もう認めます、その方が話早いからって、ああそういう人だったら俺も大丈夫やからってちゃんと日本に入ってますって、すぐ警察呼びますって。あ、わかるわかるって。別にそういうことだったら俺もますからって。やっぱり分かってる者同士だったらトラブルにならない。お互いしてることがわかるから。いやー、もうやっぱりそれ、もう、
どこ置いときましょう。やっぱり中央部分が一番バランス良かったんじゃないですかっていう話になるんですよ。いやー、それすると車高が高くなってって、いやー違う、それ軽で僕ミニバンって言ったらいいんですか、ああいうのを購入、しかも4駆手堅い、一応雪とかの時でもこの辺の程度のことですよ、ちょっと雪はまあ積もった程度なんですけども、ノーマルタイヤね、4駆だから、それね、もう めちゃくちゃ難しいから、運転時速10キロから20キロぐらいで一応走行できるんですけども、上り坂しょっちゅうタイヤ空転、もうそこを見極め、どれぐらい今踏み込むべきかっていうところ、それ失敗したらもうこの坂を登り始めてるから、結構急な坂、一回滑り始めたら一番下までもう最後の方すごいスピードになって最後衝突するから、ブレーキ絶対無理、タイヤ空転してるもん、滑り始めてるところでブレーキなんか踏んでも意味ないから、タイヤがロックされてるから、本当は軽く、うん、ブレーキ4駆だからエンジンブレーキぐらいでいいのかな、あとはギア比、軽く足で調整できる人は調整して、徐々にスピードもう落ちていくときはもうそれでもう最後もうぶつかることを想定でもう、軽くブレーキでなんとか落ちていくスピードを減速するしかないんですけども、一応僕は滑り落ちないでちゃんと登り切っていったんですけども、まあ、神戸市北区の、長田の方にね、谷上の方から長田区の方に抜けていく方の、日踊り越えとかの方に行く方の、君影町とか大原葛城で分かる人は分かると思うんですけども、あの辺りの横のあの坂道、本当、しかも4人乗り。本当重い、それでもなんとかなった。まあ昨日のニュースでね、ややこしいニュース流しましたけども、もう雪国でチェーン巻いてなかったからあれは無理やで、わだちに畑に突っ込んでたんだけど、ですけども、その映像、それは根本的に四根論とか言ってたんですけども、あれは脱輪してる、どこからどこまで道路なのか、雪降ったら分かんなくなるから、どこからどこから畑なのか、一応中央を寄っていくなんですけども、もう中央から滑ってくる車現れてしょうがない。もう僕もその大雪の時、そのさっきの四駆のね、状態で坂登っていった話、もうその時もうあっちこっちでいろんなやつが車が滑り落ちてくるから、勝手にその辺で自分からぶつかって止まっといてねえの、本当に。その方が本当安全だから、もう。もう ある意味あの辺りでぶつかってる人、あの意味あれで成功だからって、一番下まで加速したままぶつかった時の方が大変なことになるから、車体があって、板金加工、あとはパーツ交換の方だったらちょっとした部分の、そのぶつかったちょっとした部分だけの交換ですもんっていう、被害はそれで最小限で食い止める、エネルギーの残存量問題的にも大破されるよりも小破の方が絶対まだましいっていう、もうそこまで来たらもうそれで判断するしかないっていう、もう最小限に被害を食い止める、その時が来たらって、もうそもそも車を動かさないっていう話になるんですけども、大雪が降ったらこれが正解、それがベリーグッドの話になるんですけども、ごめんなさいね、話がだいぶそれて、報道を見たらまたそれも同じ放送だから一応言っとかなあかんかなって思うんですよ。違う、もう雪降ったらどこからどこまで道路で、どこからどこが溝なのか分かんなくなるか、畑じゃなかったとしても基本的に溝あるから、そこで脱輪するから、とりあえず中央、対向車線からゆっくりの車来ました滑らない人変に横寄せようとしたら、それ脱輪しますよ。お互いに一回降りて、その話して、いや、すいませんって、これねって、お互いちょっと失敗しないようにって。これ、正直、どの辺に今溝あるかなんかもうわかんないから、これ、お互いの記憶どうでしたっけって、一番広かったところって。今、細い道を想定して言ってるんです。あれ、どこが一番広い道でしたっけって。ちょっとそこで、お互い、その、こう、行き来できるようにしましょうって。そこで、道、その地点まで、お互いどちらかがバックで、どちらかが進んで、そこ行きましょう。
で、そこ行った時に、両サイドに水とか畑がある可能性がある場合ね、ちょっとその部分だけ、まあちょっと手間ですけども、5メートルぐらい、ちょっと雪かきしてみましょうと。それぐらいなら手ですぐ分かるから、まあ足でもいいよ。もうその際、足でいいと思う。本当に。で、それで、あ、この辺まで行けるわ。で、あ、こっちもこの辺まで行けるわ。で、あ、これだったら大丈夫。これした方がいい。まあ、その時、この動画の内容を思い出せるかどうかの話に結局なるんですけども、メモして、ダッシュボードって言ったらいいんですかね。あの、開くところ、あそこにメモした用紙、それ入れときます。なかなか助手席によく考えて人乗らへんわっていうタイプの人、その用紙もう一層冬場来たら横置いときます。確実ですよ、その方が。マニュアルあるから俺は大丈夫よ。私は大丈夫、これ見たら対処できるから。か、手書きパソコン、こっちパソコン。話がだいぶ進んでしまったんですけども、とにかくテレビ局の報道関係を固めなきゃならないっていうのは、ああいう雪が降った時にこういう話をさらっとスッとね、こうアナウンサーとかコメンテーターの人が言えるかどうか。昔も言った、言いますって言ってた。ダメじゃない、戦争のフェイクニュースばっかり放送して、肝心のそういうこと言うの忘れて何してんの。本当のところ誰っていう話、顔も結構変えれるから、わかんない。ごめんなさい、日本人の人たち。余計聞いて、俺たちも余計わからんようになった人、続出かもしれませんけども、とにかくもうみんな偽名名乗らないで、もういいでしょ、名前変えないで。これでいいじゃないですか、裁判所も。最高裁判所と、ね、国会で、それ決めときましょう。なんなら役場委員会で。そこも判例やからね。判例、判決、同じ、言ってること、漢字の意味だ、わかる。以上です。皆さんご協力、ご対応のほどよろしくお願いいたします。ある意味、これも世界への SOS。やっぱり淡井さん、やっぱり淡井さんの言い方の放送の方で人選ぶでええんちゃうかって。言えるかどうかって。言えてなかったら、それこそ、どうせコンピューターでいろいろ言われるんだったら、それこそその時にコンピューターに教えてもらったらいいんですよ。淡井さんのこの会話が聞こえてきて、これ言わなあかんでって。先に、この言葉先に聞かせておいて、さっきの説明。それ言ったらいいんですよ。聞いてる方もそれ聞きます、聞こえてきたら鬱陶しいっていうのも僕分かるんですよ。だからその辺も契約書でそれでいいかどうかで、かそれかボタンでね、その音声聞こえるようにしようかどうか、それしときますっていう話を20歳ぐらいの頃に僕しました。神戸市のホテルフーズラーバンクね。ちょっとテレビ局にな、ちょっと待ってくれ。分かる。言いたいこと分かる。で、しなきゃならないことも分かった。だけども、現場でそれがどこまでできるかどうか分からへんから、ちょっと俺らもその方向で押してみるけども、ちょっとそっちも答え待っとってって、あんまり遅かったぐらいで、ちょっと怒らんといてって、俺らもそこまで怒られたら怖いから。けどこちらも、もうあんまり絡んでくる連中いたら僕も人間だから、それ無理っすよって、もうこんな言葉遣いになっちゃうなっちゃう、無理っすよって普段言わないから。無理、複数形で無理っす。みんな無理ですよ、略しすぎやから。もうみんな分からんようになるから、そんなに略した。早いけど、それはもうそこまでみんな分からへんから、って。ちょっとここから先はアナウンサーの人のお手並み拝見。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。着信通知の設定と、着信通知の設定がわからない人は、周りの人に聞いていただいたりで、まあ販売店に聞きに行ってください。そのうち販売店の人の方が
機種に世代交代があるから、他国でもいろんな機種作っちゃって在庫積み上がってしまったもの、僕のスマートフォンがそうなんですけども、韓国の 3G の方、もう第3世代だと思いますよ、名称言い方。もう第4世代第5世代の戦闘機の話じゃなくて、本当はスマートフォン扱い方わからなくなるから、操作法をコロ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 変わるから、固定しなきゃならないのに、で向こうも作ってる方も、いやこれって言われた通り、いやこちらもそう伺ってたんですけども、で途中で短い略語が入ったらもうおしまい、あと受け取り方正確に説明してるつもりでも、それ現場行って教えてあげんかったやっぱり無理やわって、映像付きで言葉だけだったら絶対無理、そう聞こえるもん、作ってる方も何言われたか聞いたらもうみんな納得するから、大体ね、ことは本当に以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。